怪獣号が見えてまいりました。 SL 怪獣号は北の大地、北海道で活躍しておりましたが、北海道は霧が多いためヘッドライトが2つついています。よく見ますとカニの目のように見えることからカニ、カニ目と呼ばれております。さらに足元部分をご覧いただきますとスカートを履いているように見えますが、雪かきをするものでスモークライトと呼んでいます。ヘッドマークには大使のプレートがついています。大使の文字を書いたのは栃木県出身で日本親善大使でもある書道家の廣風花さんによるものです。お待たせいたしました、SL怪獣号の登場です。研修員さんの滑らかな旗の動きをご覧ください。ここで一旦停止してから検証がやる予定です。一般の怪獣号、スタンおはようございます。今日も一日よろしくお願いいたします。東武鉄道では SL怪獣号を見たら今日来てくださいと皆様にお願いをしています。ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。 SL 怪獣号は電車内を入場しますと席が何度かなります。席の注意をお聞きください。なお席の音が大きいため店のお客様が驚いてしまうことがございます。お客様の方は先にご注意ください。
ごとに頑張ってみて連結されておくことができます。電車から飛び降りて、SL 選手号は電車から出発です。これより10時48分発、SL 選手2号を白根市として発車いたします。今日から白根市に来ました SL 選手2号を白根市行き、今100席ほどお席の余裕がございます。ただお席指定券をお買い求めいただいたお客様